は前節もそうでしたが4人のブラジル国籍選手の、まあ、カルテットの活躍といいますかね、何か連携も感じましたしね。そうですね、まあ、どうしてもね、まあ、個の能力が高いというところで、はい、個がね、まあ、強調されるチームではあるんですけども、まあ、今回、松田監督が就任されるにあたってやっぱりそのコレクティブな守備攻撃というところはね、見れてくると思いますね。その融合という部分も非常に楽しみ。